奈良県立青小中学校、高等学校は奈良県御世市にある男女共学の公立中学校、高等学校。奈良県では初めての併設型公立中高一貫校である奈良県立御所高等学校を前身としており2004年に全国初の理数科のみを設置する高校として新設された。三学期生御所高等女学校交渉機区の 花びらを背景にして、五所の文字を置く。奈良県立五所高等学校校章五所を象徴する桜の花びらと、高等女学校時代の校章に使用されていた菊の花びらを組み合わせたものを背景にして、中央に、校の文字を置く。五所高等女学校校歌初代校歌は、作詞が相沢隆平、作曲が加藤一による。歌詞は3番まであった。 1923年に2代目の校歌が制定された。奈良県立五所高等学校校歌,歌詞は2番まであり、両番に校明の五所高校が登場。奈良県立五所高等学校校歌から1953年制定。作詞は大神慶義。作曲は牧野映像による。歌詞は2番まであり、両番に校明の五所高校が登場。 学習計画表、教育課程表なら県立はを小中学校による。ありがとうございます。